こんにちは、歯科医師小坂井達也と申します。突然ですが、皆さんは歯を失ったことがありますか？歯を失うということは自分の一部を失うことです。そのショックはとても計り知れないものとなります。このようなことが皆さんにも突然起こる可能性があります。それも痛みもなく、かぶせ物が取れただけなのに。この方は、かぶせ物が何度も取れてしまい、退院では抜歯しかないと言われてしまった方です。歯肉の中に歯が埋まった状態です。この方は、何度も歯が取れてしまって抜歯と言われたそうです。このような状態で抜歯と言われて困っている方が何人もおられます。このような歯は救うことができるのでしょうか？今回はこのような歯について審査診断をもとに詳しく説明をしたり、治療方法があるのかどうかを解説していきます。実際、抜歯と言われてしまって困っている方や、そうでなくとも治療済みの歯がある方には関係するお話となりますので、お聞きいただければ幸いです。痛みもないのに歯を残せないと言われた場合、今回は実際にそれがどのような状態なのか、その状態を救う方法はないのかというお話をしていきます。今回は先ほどの動画のようなケースに共通する状態をお話します。かぶせ物が何度も取れる、虫歯が大きかったが痛みなどの症状はない、しかし歯を残せないと診断されてしまったという共通点があります。目で見ると歯の大部分が歯茎に埋まってしまっている状態です。この歯茎に埋まってしまっている状態が歯を残せないと言われている最大の理由となります。歯肉に埋まってしまうと、なぜ歯を残せないのでしょう。その理由を説明していきます。まず、歯肉の上に残っている歯の部分をフェルールと呼びます。この存在が歯を残すために重要な役割を果たすのです。ではこのフェルールの効果、体感効果とは何かというと、かぶせ物が歯と土台をがっちり抱え込む効果のことを言います。詳しく説明していきます。この抱え込みには歯肉の上にある歯、つまりフェルールが絶対必要なのです。この赤い部分です。がっちりとかぶせ物で歯と土台を抱え込むフェルール効果によって、噛む力に負けない歯として機能することができます。これで歯肉の上の歯、つまりフェルールは必要不可欠なものということが分かりました。では実際どのくらいフェルールが必要なのかを列記しておきます。歯肉の上の歯はある程度の厚みや高さが必要で、4分の3以上存在が必要なのです。では実際のフェルールのある歯、ない歯を説明していきましょう。まずこれがフェルールのない歯です。退院で抜歯しかないと言われてしまいました。歯肉の中に歯が埋まった状態です。これでは土台もかぶせ物も作ることができません。これがフェルールのある歯の状態です。歯肉の上に歯がちゃんとありますね。実は先ほどの動画とこれ同じ歯なんです。この状態ならば土台もかぶせ物も問題なく作ることができます。次は逆にフェルールがないとどのような弊害が起こるのかということを説明していきましょう。フェルールがないとどうなるかというと、1つ目は土台ごと外れる、2つ目は根っこが割れる、3つ目は歯肉に炎症が起こるという問題が起こっていきます。詳しく説明していきます。1つ目は歯が何度も取れてしまったり、土台ごと脱離してしまいます。かぶせ物が歯を抱え込めず、土台ごと揺さぶられるので土台ごと取れてしまうことが多いです。2つ目は歯根破裂、つまり根っこが割れやすくなることです。噛み合わせの力を干渉できないので、土台が揺さぶられて根っこが割れる力となってしまうのです。3つ目は歯周病になりやすいということです。歯肉の奥底まで人工物が入るので汚れがつきやすいことと、2つ目と同じく噛み合わせの力を干渉できないので歯肉にダメージが加わり炎症が起こりやすくなるのです。これらの理由により、フェルールがない歯は歯としての機能を持つことができません。そしてそのまま放置すると菌の感染源になったり、歯並び、噛み合わせに影響が出てしまうのです。だからこのままでは歯を保存することができないのです。ではこのまま歯を抜くしかないのでしょうか。この状態をなんとか救う方法はないのでしょうか。最後に少しだけお話をしていきます。結論を言いますと、条件はありますが救う手立は存在します。1つ目は MTM、 エクストリュージョンという方法です。歯肉に埋まった歯をゴムなどでゆっくり引っ張り上げる治療です。2つ目はクラウンレングスニング、
APF と言います。歯肉と骨をトリミングして根っこ側に歯肉を下げる治療です。今回のお話はここまでになります。MTM、APF の詳細は次回お話をしていきます。最後に今回のまとめになります。痛みがなくとも、歯が歯肉に埋まっている状態では抜かなくてはならない状態であり、そのぐらい歯肉の上にある歯、つまりフェルールの存在が歯を残すのに大事ということをお話をしていきました。次回はそのフェルールがない歯のための治療方法である MTM と APF についてお話をしていきます。具体的にこれらの治療によってどうやって失われたフェルールを獲得するのかというお話を実際の症例を含めて説明していきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。